多分ね、未来資産を作れない人って、未来資産を体験したことがないからじゃないですかね。久保さんと僕って、めちゃめちゃやったことによって、あ、こんな動画からも売れるんだ。あ、こんな動画からでも広告収入入得れるんだ。こんな動画も再生回るんだ。みたいなのをめちゃめちゃ体験してるんで、未来資産を作れるんですよ。だけど、みんなそれ体験してないんで、体験してないっていうのはなんでかっていうとやってないんですよね。で、やる前に本当に稼げますかみたいな話なんですよ。 だから僕と久保さんはいくらでも動画撮れるんですよ。なぜならば、あ、これ、資産になるなと。なんでその資産になるなっていうのは、まあ、百発百中ではないけれども、それをね、他の人が得られないデータを僕たちは取ってるので、普通じゃ考えられないところからアクセスが来て、普通じゃ考えられないように売れていくっていうね、尋常じゃないんですよ。だからそ,そこら辺にあるマーケティングとはもうちょっと別次元の話ですね。だから未来資産は、 体験しないとい,くいつに立っても作れないんじゃないかなと。いついつ経っても、あいやあの本当に稼げるんですかっていうのを言い続ける、ん、じゃないですか。<laughs> まあ、いいんじゃないですか。それで。いってらっしゃい。